しますね。 Welcome back to Let's Play Tokyo Zangu last episode. We beat another boss, the Angel Seraphim, I think. And managed to track down next location right here. We also found out of a traitor in Zodiac. So we are right at another dungeon, about to take on the next boss. Let's venture forth. That was something. I'll rush that. Gotta pick up these items. What is that with that wheel? It looks kind of familiar. Now I remember those wheel enemies of Kami. That's what it reminds me of. Try, giant. That looks like a manta ray. Get the stuff.Oh yeah, I almost forgot about something. Luckily, we're not too far off from where we started. Ranged skill, crystal sword level 2, and a spirit stone. Brave Soul, level 2.
We are good now. この手応え、魔女の城の時以上だな。となれば当然、グリムグリードも。まだまだ先は長いわ。性能には気をつけて。これはどう？
開しますね。ハーミットシェルよ。This could be somewhere. Watashi no deban desu ne. Koutai suru wa. Oh crap.Gives me an idea. かなりいいものですね。交代するわ。交代するぜ。変わります。結界よ。There we go. Oh!There she is. 天使、私を迎えに来たの。あの日みたいに。どうしてこんな時に。君の顔が浮かぶんだか。ぶっきらぼうで失礼で、でも私の夢をすごいって言ってくれた。時坂君、助けて。おお、It was weakened. Hey, 大丈夫か、久我山。間に合ったわね。男を見せたじゃねえか。かなり消耗していますね。他の方々も含めて手当てしましょう。どうすか。怪我もありませんし、生命に別状はなさそうです。ですが、グリムグリードに魂を奪われたみたいね。
放っておけば精神そのものが死に至りかねないわ。そんな姉さんの時と同じか。やはり元凶ってのをどうにかするしかなさそうだ。元凶って私のことでしょ。だってあれは私から出てきたんだから。うん、私そのものだから。久我山、あのミクリアって人も言ってた。私がいたからこうなったんだって。大怪我をして手術室に運び込まれた時、私はずっと願ってた。生きたい、生きていたいって。そんな時目の前に天使が現れたの。最初は夢か幻だと思った。でも今ならわかる。私が手術を乗り越えられたのはあれを受け入れたからだって。だから手術の後にあんなことに。久我山、おそらく当時のリオンさんは生き延びるためにグリムグリードを受け入れたんでしょう。そしてそれは彼女の霊的な領域の深い場所で融合してしまった。だからこそ普段は安定して表に出ることはなかった。それが何らかのきっかけで顕在化し、彼がそれを暴走させたんですね。バカみたい。ようやく小さい頃からの夢が叶ったと思ったのに。スピカだったらきっとその先だってつかめるって。私たちの歌でみんなを励ましていけるって信じてた。その結果がこれだって言うの。こんなことなら夢なんか持つんじゃなかった。こんなことならあの時死んじゃえばよかったんだ。リオンさん、バカなこと言ってんじゃねえ。お前は久我山リオンだろ。ただひたむきに歌が好きで世界中を歌で励ますなんて大それたことを本気で言えちまう、それがお前なんだろうが。お前がスピカのリオンであり続けるか、そいつはお前が決めることだし、他の誰にも決められることじゃねえ。ただこれ、お前を応援しているやつはイクファンや俺たち、もちろん彼女たちもな。リオン見てる？こんな時まで心配かけて。とっとと直して駆けつけなさい。じゃないとセンターは独占するわよ。
私、リオン先輩たちの歌に憧れてスピカを目指したんです。小さい頃から引っ込み思案で前に踏み出せない自分を変えたくて。私も人と話すのが苦手で、そんな時に先輩たちと出会った。ずっと感謝してる。あの時手を差し伸べてくれたの。最初は3人だったスピカも今では5人。誰が欠けたとしても本当のスピカにはならないと思う。だから待ってる。私たちもファンのみんなも、あなたがきっとステージに駆けつけてくれるって。ライブもまだ始まったばかりだろ。こんなところでへこたれてる場合かよ。そうね。私には待ってくれてる人がいるんだね。スピカのみんなに、大勢のファンや森宮の人たち。ううん、これから私たちの歌を聴いてくれるかもしれない日本中、世界中の人たちだって。だったらこんなところで立ち止まってなんていられない。何が立ちはだかったって絶対にステージに立ってみせるわ。私のスピカの歌をたくさんの人たちに届けるためにも。この光は。久我山、お前。響いて、セラフィムルイラ。翼のソウルデバイス。 Wow, that was awesome. そうか、的確者だったのね。まさしく天使来ただね。さすがに出来すぎだろう。Her power is. 全部わかる。使い方も。お願い、私も一緒に行かせて。私の中にいた元凶をこの手で止めるためにも。当然だろう。あなたの強い意志ならきっと止められるはずよ。お願いします、リオンさん。Rion has joined your party. Select another party member. Ko and Rion are required. Alright. Winged Master of Air.The flying skill can be used repeatedly. Let's start fighting and moving together. Her powerful range attack hits multiple times. Wow, this is awesome!
time to equip. It's awesome. Interesting. Wow, I think I like this new coin number. Moves. Interesting. But let's save the game before we continue. I don't want to lose any unnecessary info or data.宝箱だ。
開するぜ。行くよ。I think it works on bigger targets. The ranged attack. アイドルっつうか、これも気持ちの強さなんだろうな。やっ、ええ、確かに恐るべき潜在能力です。あ、改めて言われるとなんだかくすぐったいけど、とにかく今は目の前の敵に集中集中。
しますね。よっよっよっ。なるほど、厄介ですね。よっパッパッ。交代するぜ。交代しますよ。なるほど、光をどこかに当てれば。Yeah, well, that works. Yep. Hey. Hey. Dangerous. 注意しましょう、バルキリー。Another barrier to go through. Really getting the hang of this thing. Now we go this way. Another reflection puzzle. Looks like it doesn't appear too harmless. That jump. Weird.
Open.
join on the crew. Yokatta. Nantoka narimashita. That looks oddly ominous, though. Let's go this way. Oh, I'll change it. That was an easy puzzle. That looks like the end. Which way do we go? Never mind. I'll figure out what it means. そこそこいい感じかも。 Level off screen.